あら、また会えましたね。週末はデトロイト三昧ですか？はい、こんにちは、トモです。はい、デトロイトビカムヒューマン、第2話やっていきたいと思います。この女性のアンドロイドさん、名前がないんでアンドロイドさんなんですけど、いろいろな、なんかまた会いましたね、デトロイト三昧ですかとか、なんかいろんなセリフを言ってくれるみたいですね。どれぐらいセリフパターンなのかちょっと楽しみですけれども、はい、それでは前回の、人質の後マーカスが人質の章を終わって、マーカスの章が終わった続きからやっていきたいと思います。このチャプターからストーリーチャートにアクセスします。選べれるわけですね。はい、それではやっていきましょう。はい、ん、誰か見てますね。 R1 でカメラの角度を変える。はい、トットについていく。ほら来い。はい、すいません。あー、すごい綺麗だな。はい、じゃあ行きます。せいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたか、あのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス、ああ、そこにいたか。こいつ、アリス、面倒を見てやれ。さっきいたっけ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。1階を片付けたら2階を頼む。なんだ、あの人形かわいいやん。R2 の周囲をスキャン。急ぎの作業、任意の作業、ゴミ集めの処理。ああ。じゃあまず、ゴミを集めるか。ゴミを集める。あ、なんか、手に取る。ゴミを集める、はい、多分な。ゴミを集める、ゴミを集める、ゴミを集める。ああ、いいぞ。あ、これだ。はい、なんかピザの箱とか瓶をあるところに行けばいいかな。いつもの場所だ、覚えてるな。わかった。あ、で、はいはい。はいはいはい。くるくる回っちゃった。はい。バス、車ぶつかりそうですけど大丈夫ですか？ん？あ、食洗機故障中か。
食器洗い。お、洗う、はい。タッチパッドを繰り返しスワイプしてアクション。おお、マジ、こんな感じ。はいはいはい。あ、最初の1回だけかな。女の子の視線を感じる。アリス、心を開いていない。お、まただ。はい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 。結構疲れる。カーラ。はい、トット。ビールを持ってこい。ただいま。つく。ビール。これ掃除機じゃん。ロボット掃除機。さすが2038年。なんだなんだ。カゴに入れる服。ああ、なるほど。カゴ、はい、これか。もう汚れちゃってんじゃないの、カゴも。アリスちゃん来ましたね。はい、洗い直す。あ、やっぱそうだよね。かがむ。遊ぶ。退屈そうね。私と一緒に遊ぶ。よくここで遊ぶの。洗い直す。この洗濯機ダメだよね。洗剤ね。洗剤は粉石鹸。なんだこれ。レッドアイス。あ、なんか毒物マーク。おい、俺のものあさるんじゃねえ。イライラすんだよ。すみませんでした。いいか、俺を怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、トット。そんなところに隠す。
触られたくなかったらそこにしまうなよって感じ。あとはないかな。ねえ、もっと分かりにくいところに隠せばいいね。これを家政婦というか、だから洗剤使うでしょ。ねえ。オールスポーツ。アンドロイドがスポーツ選手だったら大変だよね。アンドロイド投手が120度の壁を突破、そりゃそうだわな。ニードじゃボールが見てなさそう。そりゃそうだよ。アンドロイドがスポーツはちょっと厳しいじゃない？あの、人間と差がありすぎて。大陸横断、カリフォルニア。中国で地震発生とかだっけ。何見てんの。ダメだ、見えない、わかんないか。なんかテレビの前行ったら怒られそうだな。1階の掃除を終わらせる。1階は終わりました。はい、2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくる。なんだろう、狐のお人形かな。かわいい人形ね。名前は？中立。まだ話してくれないかな。じゃあ上に行きましょう。上のお掃除始めます。トットの部屋から別途、汚れた場所から次の部屋を換気する。アンドロイドキュービー、命の値段。宇宙旅行、次の連休は火星でエンジョイ。そうね、この時代であれば自動運転もあれなのかな、なってんのかな。とりあえず片付けとベッドを整える、換気する。これはベッドか、整える。アリスちゃん、なんかこっちにも、なんだこれ、薬、抗うつ剤、行動障害の危険性あり。あ、拳銃メッキ。あとは ポテトチップ、おいしそう。で、換気か。あ、持って上と。なんか落ちた。なんだ？何？見えない。
なんでぼやけてんの？なんだろう。あ、なんか額黄色くなった。なんだろう。なんだろうね。見れない。見れない。見れないね。以上か。片付けたからね。じゃあ次。邪魔だ。うわ、ひどい。まあいいや、吐きよう。はい。トイレの清掃を。で、浴室を片付ける。で、床をモップ。これか。あ、こっちか。はい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 。はい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 。はい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 。はい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 。なんだこのぎこちない。縦だな。あ、やっと慣れた。慣れた慣れた。はい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 。ちょっと最初操作感が慣れる必要がある。はい。OK かな。はい。で、ここは、アイリスちゃんの部屋かな。はーい。お部屋のお片付けをさせてね。2分で終わるから、いい？アリス。不思議の国のアリス。そうよね。あ、親密だった。じゃあ、片付けましょうかね。で、換気する。これを指定の上。はい。出窓か。で、終わって、トットアリス、アリスに話しかける。かがむ。アリスの情報。あなたのことを教えてくれれば面倒も見やすくなるわ。あなたが名前をつけてくれたの？カーラ、いい名前。何からつけたの？好きなものは？好きな遊びとか場所とか食べ物とか私に教えてくれない？無口って何？まあそっとしとくか。一人になりたいのね。もう行くわ。ん？なんだ？何もらったの？飴玉？違う、鍵。なんか簡単な鍵だな。何の鍵？なんかこれ鍵穴みたいなの見えない。あ、ほらほら、開ける。なんだろう、何入ってんだ。あ、なんだろう、お母さんかな。四つ葉のクローバー。ああ、お父さんお母さんとちっちゃい時かな。ん？何や、赤いの。血じゃねえか。泣いてるよ。これお父さんか。
れアンドロイドの服じゃな。お父さんがなんかいじめたという、いじめたつか暴力振るったか。あ、で壊れたっていう感じだな。あ、ちょっと赤になってる。動揺とか。やっぱり前あのお父さん壊したんだな。以上かな。以上だね。いいなあ。こういうの結構好き。自分小さい頃の部屋でもこういう感じで、なんだろう、テントというか秘密基地的な感じでやってたな。なんか見る。あ、これだけか。じゃあとりあえず終わったので、トットのところにトットと行きましょう。親父客、何してる？あ、遊んでるの。遊んでる？こう思ってんだろう。親父はクズだって。仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。俺だってこれでも努力はしてんだよ。子供そんなこと、子供ちっちゃいの思うことない。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。俺には分かってんだ。さあ言え、憎いんだろう。俺は何してんだ。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんもお前を愛してる、分かってるだろう。はい、カーラのメインの話で済みましたね。なんかね、ちょっと絵本じゃないや、アリスちゃんが描いた絵で、やっぱりなんか前のアンドロイドはお父さんが壊したというか、暴力やってね、壊したっぽいですね。まあね、そんなこっちゃないかなとは思ってたんですけど、はい、では、ちょうどね、これ何章？ 3 章になるのかな？人質と、マカスの散歩と、このカーラ目、3章目でいいのかな？が終わったので、まあ、切りがいいので、今日はここら辺で終わりたいと思います。この後、ね、どうなっていくのか、はい、楽しみです。それではどうもご視聴ありがとうございました。それではまた。